かもしれないですね。もうだいぶ、おぉ、ほんでも、アジも来てますね。うん。同じ仕掛けで。いや、あの、アジはあの、サビ機で。ああ、そうですか。うん。ありがとう。すいません、すいません。申し訳ない。ちょっと、あれやけどさ。この時期の美味しいでしょう。ねえ、きれい。こうやって。そうそう。結構おるの多いからね。最後に釣れてます。食いが悪いけど。群れが出てきてますか。うん。今から食うかもしれません、わっとね。1時過ぎぐらいから消え出したから。ああ、そうですか。昨日私11時ぐらいに回った時結構もうだいぶ釣れてましたからね。今からかもしれないですね。まあまだいてくれていいですね。このテトラのとこ手前でやってたんですけどね、当たりないからね、こっち振って。ああ、そうですか。でこっちで1枚だけ。あ、1枚釣れました。お、1枚釣れました。お、40ぐらい。で34。34。さっきの人2、3枚釣ったりとか。うん、そうですか。当たりはその1回ですか。1回だけ、ね、ああ、今から今からまだマシやねんサバはやっぱエビ巻きかな。今日も情報がありましたか。おお、5匹当たり多いです。今日はお騒がせの方がええ。お騒がせ良かったですか。うん、なんか日によってパターン違いますもんね。面白いもんで。ジャスト40センチ。羽です、羽です。サバどうでした。誰か一人釣れはったような感じのことを言ってましたね。ああ、そうですか。まだおるんかな。サバだけ持って帰らはるんですねいう感じですねありがとうございます。